先が語りかけてきたような、不思議な体験だった。森と人が出会うとき、何が起こるのか。自然が育んだ美しい素材、そこへ振動を加え、音を奏でる。金平、それは全身で感じる無垢な音。300年という年月が生んだ楽器。僕は最後に仕上げをしただけ。